江川蘭子、江戸川蘭子、前回の続きからです。ガルワザ氏、アパート支配人江川作平氏とその労災おこまさんは、家賃の取り立てなどは随分厳しく。 謀者のように言われていたが、二人とも実はなかなかの仏性で、みなしご蘭子を悪人の子であるがゆえに、一層不憫がって、本当の娘のように慈しみ育てた。蘭子が江川姓を名乗り始めたのは、この時からであるが、それが一生涯の生となったのだから。 作者は便宜上最初から江川蘭子と呼んでおいたのである引き取ると早々お駒ばあさんは2歳の蘭子の気になる性質に驚かされたあんまりだだをこねるもんですからね私ついあの子の方をぶったのですよすると今まで泣いていたのが けろりと機嫌が治ってキャッキャと笑い出すじゃありませんかほんとに怖いような妙な子ですわ変なことだけれどそれは事実であったお駒さんはんこあやすすべをえとくしたひざの上でゆすったりおんぶしたり子守たを歌ったり それらの世間並みの方法はすべて無効であったのみならずむしろこの障害物を不機嫌にさえした子守唄の代わりにびっくりするような騒音が愛部の代わりに調着が有効であった騒音では台所で ごとにそれが床に落ちて破れる音がランコを楽しませたある時アパートの前で自動車のタイヤが破れて鉄砲みたいな音を立てたがそれを耳にするといきなり笑い出した蘭子の機嫌というものはなかった。 またある時アパートの裏口の脇を這い回っていて三段ばかりの石段を転がり落ちたことがある無論火のついたように投げ出すものと驚いて駆け寄ったお駒さんは蘭子の顔を見てあっけに取られてしまった彼女は石段の下に仰向きに転がったまま 生え始めた可愛い前歯を出して、まつげの長い美しい目をうっとりさせて芯から嬉しそうに笑っていたのだその笑顔のあどけなさ「母ちゃんはねお前を食べてしまいたいよ」おこまばあさんはたまらなくなって。 いきなり断固を抱き上げて頬釣りをしないではいられなかったほどだだがこの異常な性質を別にすれば知恵もたくましく体も健やかに彼女はぐんぐん成長していったことにその美貌は父母の美しい部分だけを遺伝して年とともにいよいよ魅力を増し 彼女を一目見たものは「まあかわいい」と口に出して言わないではいられぬほどであったこの子はどこまで美しく愛らしくなってゆくのだろう怖いようだ江川夫妻の話題はその他にはなかった彼らは愚かにも 18歳の蘭子が清掃してお嫁入り姿を妄想していたのである小学校では彼女は校中第一の優等生であった中にも数学と唱歌と舞踏と体操では先生は100点以上の点数がないのに困らなければならなかった 外体操はどんな男性よりも上手だったしプールでのダイビングは学校中の先生も生徒もそれに見とれるために集まってくるほど見事であった美貌は無論校中第一であった先生も生徒も男という男が彼女を恋していた そして子はたった一人で何百人の恋人たちにまんべんなく愛嬌を振りまく才能を備えていた卒業間際の十四歳の時二度変なことがあった一度は先生と四五人の同級生とで小技館へ聞くみに行った帰りがけ着物を着たまま 洋国橋の上から隅田川へ飛び込んだのともう一度はある百貨店の屋上から飛び降りようとして居合わせた刑事に帯をつかまれて果たさなかったのとである無論彼女は自殺を考えたわけではなかった赤ちゃんの自分石段を転がり落ちて笑ったのや ダイビングがひどく好きなのと同じ、妙なやむにやまれぬ衝動からであったつまり彼女はむしろ本能的に危険を死と神人への離れ業を愛好した彼女にとってわずか14歳の小娘のくせにこの世に楽しみと言っては ただこの危険のほかには何もなかった高い建物に登ったり深い川を覗き込んだりすると続々そうけだつほど不思議な夢みたいな快感を覚えてつい飛び込んでみたくなるのだ小学校を卒業すると江川夫妻は 彼女をしつけの厳しいので聞こえた私立女学校へ入学させようとしただが蘭子は単調な学校生活には飽き飽きしていたと言って女飛行家を志願してみたところで許されるはずもなく入学資格や費用の点で面倒があったそこで彼女は そんな面倒もなく彼女にとって最も好ましい職業を選んだある日無断家出をして郊外にかかっていた娘・局場団に身を投じたのだそこには入学資格も学費も親の許しさえも不必要であったから 曲壇団の親方は蘭子の美貌を見て即座に彼女をかくまうことを承諾した軽業などはどうでもよかったのだが蘭子の方でぜひやらせてくれというものだから客の帰った後で空中のブランコに登らせてみたすると彼女は23度空中からもんり打って網の上に オチオチした後ではあったが一日で通帳の空のブランコからブランコへと飛び移る軽業を習いを覚えてしまった次の土地の興行から蘭子は軽業の大夫として客にまみえたそして瞬く間に座中第一の人気者になってしまった 彼女は空中においてどんな先輩よりも大胆不敵であったしまいには下の救命網を取りのけてくれとさえ言い出したほどだ江川氏夫妻は言うまでもなく血眼になって娘の行方を探していたがどういうわけかいつまでも知れずにいた。 蘭子は旅から旅への興行の間に十六歳の春を迎えた早熟な彼女は体こそ少年のようにしない派であったがまつげの長い三河の目にはすでに大人のこびとうるおいをたたえていた彼女にとって空中の離れ業などはもはや何の危険をも したがって魅力をも感じない日常茶飯事になってしまっていたある日蘭子の購買の娘が高い竹竿の上から墜落即死しした事件があった11歳のその娘は投げつけた餅のように地面に平べったくなって動かなかった。 真っ青の顔にべっとり汗をにじませた座員たちがその周りを取り巻いた客席に悲鳴や罵り声が起こった娘の首を持ち上げると顔と地面との間に真っ赤な糸が続いた彼女はひどく血を吐いていたのだ 地面には赤い水たまりができていたン固はその血を見て2年前両国橋や百貨店の屋上から遥かの下を覗いた時と非常によく似た一種の旋律を感じた恐ろしくもあった合同時に娘の死体と流れる血のりに ワクワクとそう気だつほどの魅力を覚えたのだいやそれだけではない彼女が赤ちゃんの自分両親の死体の間で獅子の池をベタベタ叩きながらキャッキャと笑い共じたあの気になる印象が無意識の底に残っていて今この濃くじせる光景に出会い 不思議な胸騒ぎを感じたのであったかもしれぬだが大人といっても十六歳の蘭子はまだ犯罪殺人の魅力に思い至るほど成熟してはいなかったそれがどんなに毒々しくも快い刺激であるかをさえはっきりは意識しなかった 彼女はただ人の血ってどうしてあんなに美しいのかしらと考えながらうっとりと即死少女の青白い死体を眺めているばかりだったまた幼児の両親の変死についても江川夫妻がひた隠しにしていたので 彼女は悪夢にうなされたときにはきっと耳にするあのすさまじい断末魔のうめき声さえもそれが何を意味するのかよくわからないでいたほどだしたがって即死少女の血を見たとき、無意識がいかに怯えたとしても彼女の意識はほとんど 無関心であったそれから間もなく関西の大都会での興行の折とうとう来るべきものが来た蘭子にパトロンがついたのだ豚のように声太った老子さん家の愛 v が彼女の心と体に どんな急激な変化を与えたかは、想像に難くはない。この老人こそ、江川乱子の悪魔の生涯の、いわば一種のポイントマンで、